ゴールデンウィーク、ゴールデンウィークとは、日本では、毎年4月末から5月初めにかけての休日が多い期間のこと。大型連休、黄金週間ともいう、1948年の国民の祝日に関する、法律施行により4月29日から5月5日までの期間に休日祝日が集中することになったため、この期間が、ゴールデンウィークと呼ばれるようになった。直前、直後に土曜日、 日曜日、振替休日がある場合、それらを含めて呼ぶことも多い。この期間、四月二十九日までは、天皇誕生日、二千六年までは、緑の日五月三日五月四日から二千六年までは、日曜日、月曜日以外なら国民の休日五月五日が国民の祝日であり、五月一日が、命令のため休日になる会社も少なくないことから、魔の平日を休みにすることで、 長期連休にしやすい。以前は休日が飛び飛びになることが多かったことから、飛び石連休という言い方がされたが、1985年の国民の祝日に関する法律の改正で5月4日が日曜日や振り替え休日でなくても国民の休日になってからは、この言い回しは少なくなった。2005年に行われた祝日法の改正により、 休日の名称及び振替休日の規定が変更されたため、憲法記念日や緑の日が日曜日と重なった場合、子供の日の翌日が振替休日になり、その分ゴールデンウィークが伸びることとなり、5月4日が日曜日となる2008年に最初に適用され、振替休日が初めて月曜日以外の火曜日となった。続く2009年も振替休日が初めて水曜日となった。 ゴールデンウィークの名称は映画会社の大映画松竹と共作して1951年に同時上映となった四四分六原作の自由学校が大映創設以来最高の売り上げを記録し正月映画やお盆映画以上の興業成績を残したことで映画界でこの時期に多数の動員を生み出すことや活性化を目的として当時の大映上無取締役であった 松山秀夫によって作成された宣伝用語であり和製英語である1952年から1953年頃から一般にも使用されるようになり他の業界にも広まったこの時大英は続いて秋の文化の日を中心とした機関をシルバーウィークと名付けたが当時こちらは定着しなかった週刊誌では連休前に合併号の発行が一般的に行われているが これは大型連休に合わせた営業室、郵便物の配達業務は2015年までは連休中の後半に1日程度休日ではあるがすべての郵便物を配達する日を設けていたが2016年以降はこの扱いは行われなくなった。特に2018年はカレンダー通りに配達を休止し連続4日間即達、書き留め、荷物等を除く。 通常の郵便物が配達されないこととなった。2019年は新天皇の即位もあり、10連休と長期連休になった。顧客利便性や郵便物の保管場所不足防止の観点から5月2日に、すべての郵便物を配達する日を設けた。不況時の場合、製造部門を持つ企業において、この期間を生産調整、在庫調整にあて、通常の休日に数日上乗せし、 さらなる長期休業となる従業員も見受けられる。NHK や一部の民放、新聞などは、ゴールデンウィークという言葉が映画業界用語だったことから、NHK で禁止されている業界の宣伝に、停職するになることや、年配者に分かりづらいという理由などで、単なる、大型連休という表現で統一している。ゴールデンウィークという言葉は保険その他の分野においては2004年に、 損害保険ジャパンが種類においては2014年に宝ホールディングスが商標登録している。この他にも NHK ではゴールデンウィークを用いない次のような理由を挙げている。シルバーウィークについても同様の表現差し替え大型連休が行われている。ゴールデンウィークに観光客で混雑する登山電車乗り場ゴールデンウィークとの名称が用いられ始めた時代は 戦後テレビ普及前の日本映画の黄金期で映画館も多数存在しており映画鑑賞、近場の百貨店での買い物、近郊の遊園地への行楽、周辺の行楽地へのハイキングといった日帰り旅行などがこの時期の一般的な過ごし方で1970年代以前は普段の日曜日仕日日の過ごし方と大きな違いはなかった。しかし、 その後の振り替え休日制度の導入や土曜休みの普及に伴って次第にこの時期全体を利用した泊りがけの旅行や帰省が増え、ついには海外旅行さえ一般的になった。毎年ゴールデンウィークの序盤と終盤において主要ターミナル駅、空港、長距離列車などでは多くの乗客が見られる。特にテレビ、新聞などのマスコミは ターミナル駅や空港での子連れの乗客をよく取材するため、ゴールデンウィークは家族連れの旅行が多いというイメージが定着している。ただし、親子連れでの海外旅行は2004年以降極端に減少している。学校の児童、生徒におけるこの時期の複数回の宿泊を伴う旅行の一般化は早くとも5月4日が、 国民の休日となった1980年代後半以降の時代で、その後2002年に公立学校で完全5日制が実施されたことによって定着したと考えられる。それ以前は春休みに行うことが一般的であった。この時期を余暇として活用する場合、もっぱら静養、テレビ視聴、読書、家事などで自宅内で過ごし、 余暇のためには戸外には向かわない人ももちろんいる。しかし一般的には移動距離や日常生活圏から離れる時期の長短に差はあるものの、この時期を野外活動や旅行に活用する人が多く、かつ美術展、コンサートなどが盛んな周期の祝日などと異なり、移動先では屋外活動を行うというイメージが定着している。日本人観光客の多いハワイなど、 海外の観光地では、ホテルバスレストランなど観光業に従事する人物の場合、日本に縁のない現地出身の人間であっても、ゴールデンウィークで意味が通じるほど認知されている。帰省や交絡などのために長距離を移動する人も多い。その数は、夏休み、年末年始と同程度に多いと一般的に考えられている。このため、多くの場合、お盆、年末年始と、 共通する一家のような交通状況となり、そのために、それらの期間に準じた制度が適用される。その他、各地の観光地、繁華街の混雑、ホテルなどの宿泊代、国内外への割引航空券の値段、レンタカーの料金などにおける旅行費用の高騰も見られる。反面、多くの航空会社の国内先制期運賃は、ピーク期運賃とはならない。また路線バス、路面電車など、 近距離の交通機関の利用においては、逆にこの時期に割安な企画ギップ、料金が適用される例も多いなど、必ずしも他の時期に比べて割高ではない事例も存在する。他の繁忙期と異なり、青春18ギップはこの時期に発売されない。これは当初この商品が学生などの休業期間を見込んだものであり、この時期は春、夏、冬の休業期間とは異なり、 本来その時期には当たらないという性格上のものからだった。しかし、国鉄時代に初めて発売された青春18のびのび切符は有効期間がゴールデンウィークまであった。ただし関西、中京の私鉄、地下鉄を中心に、旧本期間中の平日は休日、または土曜のダイヤで運転される事業者が多くなっているが、現在のところゴールデンウィーク中の平日は、 原則として平日ダイヤで運転されている。詳細はシルバーウィークを参照祝日法の改正によって、敬老の日がハッピーマンデー対象となったことにより、秋分の日と合わせての大型連休ができる可能性が生じており、2009年2015年はこれに該当する。その後は2026年がこれに当たると予測されている。体育の日を11月1日に、 勤労感謝の日を11月5日に移すことによって11月3日の文化の日と合わせて秋に大型連休を作る構想もあり当時の与党内で検討されていたこれらを秋のゴールデンウィークあるいはシルバーウィークと称することがある気候の良い,いこの時期には全国各地でイベントが開催される有名なイベントの例この時期は北東北や道南などでは ソメイヨシノの時期にあたり、花見の季節でもある。それらの地域では桜だけでなく梅や花桃の花も同時に咲くことが多い。それ以外の地域では多くの場合は桜が散った後となるが、代わりに富士、バラなどの晩春の花の時期であり、新緑のシーズンでもある。中国にも日本のゴールデンウィークに類似した名称の大型連休があり、中国語で黄金秋と呼ばれる。 これは中国政府が経済効果を狙って1999年10月1日から導入した制度である。なお、州は州の艦隊時である。中国の黄金州は2019年現在年に2回設定されている。いずれも3日間の法定休日に2日間の振り替休日を加え、さらに土日を連続させて7連休にしている。2日間の振り替休日は 直前の土日をこの期間に振り返る。2007年度までは、労働節から始まる一週間も黄金週であったが、中国政府の意向で2008年度以降は3連休に短縮されている。ただし、2009年度は、関東省のみなら連休が実施される。この時期が、ゴールデンウィークと呼ばれ、その期間の祝日が普通の祝日、休日と異なる扱いをされることや、 長期連休化していることについて以下の問題点を挙げる人もいる。これらの解消を目的として2016年現在、連休時期を地方ごとに異なる時期に定め、休日を分散化する計画が検討されているが、国内でありながら地域によって平日と休日が異なることで、小取引や金融システムなどの経済活動や遠方への単身赴任者が帰省しても現地では、 平日のために家族と一緒に過ごせない、などの問題が上がっている。2020年は、新型コロナウイルスの流行により、日本各地で外出自粛が呼びかけられた。これにより多くの人が外出を見合わせ、東海道新幹線には自由席乗車率0、の便も発生した。高速道路では、ETC の休日割引が適用されなかった。また、 東京ディズニーリゾートをはじめとする多くのレジャー施設が臨時休業した。5月1日、いわゆる命令の開催日を祝日にすることで4月30日と5月2日に国民の休日が適用され、4月29日から5月5日まで7連休となる。しかし、すでにある勤労感謝の人趣旨が重複する祝日を定める意義や、命令自体が歴史的経緯から、 社会主義的である問題もあり、実現には至っていない。前者を回避するために、勤労感謝の日自体を5月1日に移動させるという案もあるが、戦前に、新ー祭りの日付を祝日にした経緯があるため、主に保守派から反対論がある。金融関係者からは、長期連休によって、金融市場が長期間開かれないことを問題視する意見もある。また、 休日にすることによる、メーデー集会の不参加化を恐れる老組の反対も、バブル以降出ており、集会自体の日程をずらす団体も出てきている。メーデー実行委員会は1984年と、翌1985年に、中央メーデーで、メーデーを祝日にしようという特別決議を採択している。1996年から施行されている、海の日ともに、 祝日化が1995年の第132回通常国会で議論された。世界の少なくとも80以上の国で命令を祝日としている。中国、ベトナム、北朝鮮などの社会主義諸国、旧ソ連、東欧圏ヨーロッパ大陸のほとんどの国、メキシコ以南のラテンアメリカ諸国の大陸部の内パナマとスリナムを除くすべての国。 アセアン加盟国のうちインドネシアとブルネーを除くすべての国、台湾、イスラム諸国ではパキスタンやバングラデシュやチュニジア、祝日が少ないアフリカ諸国でも多く国が祝日としている。しかしその一方でメーデーを祝日としていない国もある。OECD 加盟国では日本のほか、アメリカ合衆国、イギリス、オランダ、スイス、デンマーク、トルコ、 大韓民国が該当する。2017年に成立した皇室天般特例法により、2019年4月30日をもって秋人天皇が行為を退き、翌5月1日に交代し、なる人新皇が即位した。特例法の成立を受け、2018年の第197臨時国会にて即位及び、開言当日の5月1日と、 即位礼正殿の儀が行われる10月22日を2019年、限りの祝日とする法律が成立。この結果、4月30日と5月2日が前述の通り国民の休日になり、土日及び振り替休日を含めると4月27日から5月6日まで10日間の休日となった。過去にない10連休となったため、生活に影響が出ることが予想されたため、以下のような対応が取られた。 民主党政権時の2010年、国土交通省はゴールデンウィークとシルバーウィークの連休を地域別に分散して設定する祝日法の改正案を計画していた。具体的にはゴールデンウィークは基本的に憲法記念日、緑の日、子供の日の3連休を一つのまとまり、シルバーウィークは基本的にハッピーマンデーの当該日である海の日、敬老の日、体育の日を 従来の日に記念日と位置づけ、休日は文化、スポーツ、観光に適した時期を利用して、いずれも次のようなパターンを計画している。ありがとうございます。